はい、おはようございます。今日で、ラー油を入れてからですね40日目の朝を迎えました。はい、ということでね、今日はね、今朝ですね、結構ザーッと雨が降ってきたところで、葉の上にもね、雫というか、水が残ってるというような状況になります。はい、雨がね降ったという影響もあって、空気は少しねしっとりして、湿度が高いんだろうなというような状況になっております。はい、今日はですね、そんな影響もあってまだね、空には雲ですね、雲がかかっていて、そんなような状況になってます。はい、でこちら、南蛮ですけど、南蛮はですね、はい、昨日とね大きくは変わってません。このね、南蛮の、実がね、くるんとなってはいるんですが、ちょっと大きく感じるんですけど、まだ収穫できるほど大きいものではないような状況です。はい、こちらもね、こんな感じになっているんですが、まだまだこれからということですね。はい、まだね、今のところ収穫量は12個と、トータル12個といったところで、はい、まだまだこれからかなというところですね。はい、つぼみはね、どんどん出てきている状況ですね。花も買ってみたいな感じです。はい、で、昨日ね、ホームセンターの方行きまして、防虫のね、虫が湧いた時に、巻く、防虫剤っていうのかな、植物にかけても、いいよっていうようなもの、防虫剤なんですけれども、買ってきました。で、今ちょっとね、物置の方にあるんですが、ちょっと虫がね、発生してきたらちょっと巻いてみようかなとは思ってます。一時期ね、ちょっとなんかアブラムシみたいなものは出てたんですけど、はい、今後ちょっとね活躍するのかななんて思ってます。はい、今となってはなんですが、これ葉の方食い荒らされてますね。はい、ということで、もし何かね防虫しなきゃならないことがあれば、巻いていくというような、その効果もね試してみたいなと思います。はい、はい、こちら、ピーマンになります。ピーマンもね、なんかビニール外してからかね、なんか成長が早くなってきたのか、ビニールがあったせいなのかなかったせいなのか、さておき、はい、どんどん伸びてきてますね。はい、でこの葉のね、玉の部分もですね、また一段と大きくなって、葉が出てきてるのかな。はい、玉の部分とこの新しい葉ですね、これまだまだね伸びてきますね。楽しみですね。今先ほどのね、南蛮は、背の高さで言えばこれ半分、南蛮の半分ぐらいしかないんですけれども、まだね、これからの伸びしろかなと思いますので、ゆっくりね見守っていきたいなというふうに思っております。はい、はい、こちらのピーマンもですね、葉の玉が中央部分にあります。
すでに、まあ、中心部から小さい葉も出てきているので、こちらのねピーマンの方も、まあ、ちょっとずつですが、伸びてきてるのかなというようなところであります。はい、楽しみですね。はい、はい、こちらはキュウリになります。キュウリは、キュウリはですね、まあ、先日黄色い花を咲かせてというようなところがありましたが、まあ、今日はどうなのかというところで、ちょっとね、まあ、葉の、まあ、奥の方を見てみます。見えるかな、はい、こんな感じになってます。はい、これ葉の下にですね、トゲトゲの実らしきものが出てきてますので、これはね、もうちょっと大きくなったら、まあ、もっとね、枯れた葉が枯れてね、まあ、実が出てくればというところで、ちょっと、様子を見てみると。で、こちら新しい花になりそうなところですね。で、まあね、先ほどの、まあ、1個目の実なんですけれども、知人のところでね学んだように、1個目の実はねちょっともいでいこうかなと思っておりますので、まあ、ちょっとねまあ、ちょっと悲しいんですけれども、まあ、大きくなる前に葉が枯れて少し実がね大きくなったらもいでいこうかなと。これなぜかというと、まあ、1個目の実はねもいだ方が次々新しい、まあ、よく実がなるというよう なんか迷信なのか何なのかよく分かんないんだけど、あるらしいので、ちょっとそれをやっていこうかなと思います。なんか信憑性薄いんだけど、ちょっとねどうせやるんだったらたくさんなった方がねいいかなと思うので、その変な迷信に乗っ取ってみようかなと思います。はい、こちらはね一つ目のキュウリの頂上ですね。新しい、葉があるというようなところです。はい、こちらがね隣にあるキュウリですね。はい、まあ身長はねもうそうだね130-140センチぐらいかな、かなり高くなってきてます。まあ、こうやってね花もありつつ、まあ、新しい葉も出つつみたいな感じで、大きくなってきています。でこちらのねキュウリは、もう結構ねこうやって実がなりつつあります。これ1個目かな、1個目なんですけども、まだ少しね花がしおれて間もない頃なので、もう少し置いてから一つもいでいこうかなと思います。こちらにもね花があったりしますので、これから実が大きくなって